度、ネギ前です。はい、というわけで今日の動画はちょっと音声が使えないところが多かったのでアフレコでお送りしていきたいと思います。知り合いのおばさんの娘さんがね、この春から一人暮らしで関東の方に出てくるんですよ。で、その家探しのお手伝いっていうか、まあ私の方がちょっとだけね、東京に住んでる期間が数年あるので、その分電車の乗り換えとか案内できたらなってことで、今回お手伝いで行ってきました。今回は家探しを主体で行ってきたので、動画を回してる期間とかは全然少ないから、2日間でも5分ぐらいの動画にね、なってるんですけど、まあちょっと食べたりとかしたので、そのところをね、撮ってるので、よかったらご視聴お願いします。とにかくこの日はね、見ていただいて分かる通り、もう雲一つないぐらい晴れてて、これね、今コート着て、トップスの下にまたヒートテック着てるんですけど、めちゃくちゃ暑かった。私ね、普段ハンバーガーとか食べるってなってもマクドナルドぐらいなんですよ。でもこの週は珍しく、なんかおしゃれなこういうカフェとかで週に2回ねバーガーを食べました。でも美味しかったから全然食べれる。お昼時に行ったんですけど、なんか空いてるなと思って、で食べ終わってお店を出た時には行列になってたから、すごいいいタイミングで入ったなと思います。私ね、じゃがいもがあんまり好きじゃないんですけど、ポテチとかこういうフライドポテトはすごい好きなんですよ。なんか芋芋しさがちょっとなくなった感じがすごい好き。まあ、ついでに言うと炭酸も苦手な分類ではあるんですけど、まあここ数年でまた飲めるようになってきて、で、マクドナルドとかそういうバーガー系の時は、基本的にはストレートティーかこのメロンソーダ。メロンソーダってなかなかね、売ってないから、こういう時にね、飲めるのがすごい貴重な機会だなって思ってメロンソーダにしましたっていうどうでもいい情報で、歩いてたらなんかモンハンのコラボキャンペーンかな、でこのデカビータを配ってたのでいただきました。この日はとにかくめっちゃ歩いた。もうね、2万歩は余裕で越してて、結局何万歩いたんやろ。すっごい歩いた。だからまあ食べてたけど、めっちゃ歩いたんでダイエットかなってことでプラマイゼロって思い込んでます。で、家探しを手伝った女の子が、まあ、2、3歳かな差があるんですけど、まあ、年が近いからすごいね、いろんな話をしながらこうやって歩いてました。だから全然ね、足は疲れたけど楽しく2日間を過ごせました。そう、こうやってね、横に人おったらカメラ回しながらでも喋れるんですけど、これはちょっと音声使えないので。で、これが夜、急に夜になってます。夜ご飯は親戚たちが10人ぐらいかな、集まってご飯に行きました。まあその親戚とか、あとは家探しやからっていうので周りの景色とか今回ほとんど使えてないんですけど、また今年中にね、旅行行きたいねって言って友達と2個ぐらいかな決めてて、でその時はカメラもね、回していいよって言ってくれてるから、もしかしたらまあ春か夏ぐらいに予定があって行けたら動画になるかもしれません。その時はその友達の声と私もね、喋りながら撮ると思うので、ぜひ上がった際は見てください。で、これね、もう今この場面は一人で帰ってる途中です。おばさんたちは不動産屋さんの近くのホテルを取ってそこに泊まってるんですけど、私はね、この日だけお手伝いって決めてたので、もう一人で帰ってます。途中でね、深夜まで空いてる本屋さんに行って本を探しに行って、まあ結局なかったんですけど、だから寄り道してたから家に着いたのが深夜の1時ぐらいになりました。で、次の日もね、おばさんからよかったらご飯だけでもどうって連絡してくれたので、編集とかいろいろね、やることを終わらせてからお出かけしてきました。あ、これ時間なかったから朝ごはんと思ってヨーグルトを買いました。美味しかった。動画関係ないんですけど、インスタとツイッターでね、このちょっと映ってないけど前髪、流し前髪のやり方が意外と好評で嬉しかったので、調子乗って今度動画で紹介しようと思います。そして最後はあまおうのいちごソフトクリームを食べながら終わりです。というわけで2日間はあるんですけど、ほんとごくわずかな一部の切り抜きの私の過ごし方でした。また家族とか、その動画をね、めっちゃ手伝ってくれてる友達と旅行行った時とかは、顔も映しながら喋りながら動画を撮れたらなと思います。というわけで今回も短い動画だったんですけど、楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。まいどー。